いやどうもこんにちは。こんにちは。お世話になってます。お世話になってます。はい、すいません。どうしたんですか。ヘラヘラして。反省しまして。やはり前回までちょっとあのギャンブルって良くないなっていう破滅のかけ方してたなと思って。あ、じゃあもう今日は堅実に。堅実に少しずつ積み重ねていくべきだなって、一発逆転を狙っちゃいけないなって。堅実なギャンブルって何なの。気づきました。あ、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、映画祭お疲れ様でした。いや本当にね、素晴らしい大会で。遅くない？大会？なんか誰ももう話題にしてないというか、もうもはや忘れ去られたイベントであるんで、おなじみの映画祭ですか。今回やるのは映画 .com でギャンブルです。映画 .com でギャンブルってできるんですか。映画情報が載ってるサイトなんですけれども、これあれかな、誰でもレビューが書けるのかな。映画一つ一つに例えば 4.2 とか、まあ、そういう数字がついてるんですよ。まあ、これを使ってギャンブルしていこうかなと思っております。あ、なるほどなるほど。で、最初にやるのが、まあ、単純なハイ&ローです。なんですが、私が今から出す映画より得点が下回っているであろう映画のタイトルを下山さんに出していただいて、下回っていたら勝ちという、まあ、単純な話であります。なるほどなるほど。そのなんか比べるんじゃなくて、僕の方から映画を出すんですね、タイトルを。そうですね。なるほどなるほど。なもんで、まあとりあえず僕が最初に出すのがこちら、大怪獣の後始末です。あー、評判がすごくしごく悪いやつだ。近年で言うとだいぶ悪い方だと思いますけども。そうですね、なかなかの問題作って聞いてます。ちなみに映画 .com では 2.3 という数字がついております。悪いですねこれね、まあ分かんないかもしれないですけど、相当低いです。うん、かなり悪いと思います。はい。で、まあこれよりも低いポイントを取っている映画を島田さんに上げていただこうかななんて思ってます。え、 2.3 以下の映画を探すのこれ。そうですね。難しいまあギャンブルでもあるから、やっぱ。ああ、なるほどなるほど。あ、それは何、あの候補があるとかじゃなくて、僕が今数々、どうぞ。全映画から。全映画からまあ掛け金も決めていただいてかな。これ倍になるんですか。同時に。そうですね、とりあえず50。はい。有名なとこで言うと、まあ、デビルマンとかになってくるのかなと思うんですけど、はい、デビルマン、デビルマンの点数は、はい、1.1 です。おっしゃおっしゃすごい低いですね、デビルマン。これ一番低いんじゃないこれ一番低いバーだろ、マジでハイアンドローって今これで終わりなんですか。いや、続けていっていいですよ。あ、本当？え、なに、これデビルマンに対してやるの。じゃあ大怪獣の後始末に対して。ああ、なるほどなるほど。はいはい。デビルマンに対してだったらもう無理でしょ。いやー、これがね、そう考えたときにデビルマンと同じぐらいってなったとき、実写版キューティーハニーが思いついたんですけど、実写版キューティーハニーが、まあ、腐ってもあれ、庵野監督の作品なんですよね。そうなんで、庵野監督っていうのだけでバカみたいに点数つけるカスがいるということを考えると、もしかしたらちょっと行くかもしれないけど、100点ぐらい行ってきますか、キューティーハニー。やっぱ実写版作品は弱いですか。弱いと思いますよ。キューティーハニーは 3.0 です。やっぱりなやっぱりなやっぱりな。いや、まあまあ、クソ映画とはいえ、庵野監督というフィル、ちょっとなんかバフがかかってるんでしょうな。全11件ですね、レビューの数が、ね、レビューしまった、レビュー少なくて点差が出るパターンか。誰も見てねえ感じですね。ちょっと洋画で言ってみるか。シンプルにクソだったっていうことを考えると、うんうん、ダイハード3なんですけどあの名作シリーズのダイハードは1、2素晴らしいけど、3が本当に良くないんですよ。ちょっと待ってもらっていいですか。ターミネーターのターミネーター5かもしれないあ、ターミネーター3かもしれない。ターミネーター3の方がいいかもしれない。それかスターウォーズのエピソード9ああ。シリーズの人にも評判が悪いと。そう、シリーズエピソード 8、エピソード9かな。9が最も多分評判が低いと思うんですが、スターウォーズエピソード9いっとくか。スカイウォーカーの夜明けかな。あ、そう、その1個前にしてください。スカイウォーカーの夜明けの1個前。最後のジェダイ。それで最後のジェダイ。スターウォーズエピソード8ですね、ダメ。エピソード8、最後のジェダイ。スターウォーズ最後のジェダイは、あ、掛け金か。おお、自信ないなこれいやー、まあ、まあスターウォーズだしね。スターウォーズなんで、腐ってもスターウォーズなんだよな。まあ50にしよっか。50ぐらいにしよきます。堅実になったな。うーん、怪しいスターウォーズ最後の時代は、はい、 3.1 です。低いとは言えな、やっぱスターウォーズ。キューティーハニー超えはしてますね。9の方が低いのか。じゃあそう考えると、だからね、8がゴミだったんですよ。
で8がゴミだったことによって見切りをつけて9を見に行けない奴らが多いので、それでも9を見に行けるやつは相当スターウォーズが好きだから9高くなってる可能性がちょっとあるんですよね。なるほど。もう見たいやつしか見たないからスターウォーズの9を。そんなにだったの。そうなんです。あの従来のファンたちはみんなもう最悪だったって言ってるので、あれがいいと思ってる言ってる人誰も一人見たことないので。の割に頑張ったのは 3.1。 ちょっと50かけて9、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明け。スターウォーズスカイウォーカーの夜明けは、はい、 3.5 です。やっぱ出た、やっぱその通りですよね。やっぱ8で見切ったやつらはいかなくて、それで8でも見切なかったやつが最後まで見ようっていうので9を見に行ってるパターンで点数が上がってるやつだ。ちなみにレビュー増えてます。え1022点来てます。俺意外と9って良かったのか。まあ、最後だからみたいなことなのかな。じゃあちょっと変えるか。いいですか。じゃあ変えます変えます、はい。じゃあこちらはキャシャーンです。キャシャーンは映画 .com で 2.9 です。何も変わらないじゃないですか。いや 2.3 から 2.9 ですよ。何も変わらないじゃないですか。確かにスターウォーズに全然勝ってるから。まあでも少林サッカーでしょうね、ここは。分かりました。おはっきりは今少林サッカー。少林サッカー結構人気作なイメージですけど。いや問題作なイメージ、問題作ですよやっぱり。少林サッカーなんていうのは本当にすごいですよ。少林サッカーいきますか。50かけます。少林サッカーは、はい、3.7 です。全然高いじゃん。あれクソ映画だと思うんだけどな。あ、わかった。テラフォーマーズ実写版。実写版テラフォーマーズ。これは100、これ100かけられる。これ100いける。やばそう。実写版テラフォーマーズは 2.4 です。あぶねえ。あぶねえ。くそ、大怪獣の後始末だったらな。勝ってるんだけど。あぶねえ。そんな設定で大怪獣としますと、やっぱじゃあいかにそのテラフォーマーズがクソかってことですね。実写版の見たことあります？実写版テラフォーマーズ。ないよ。お、見てないんだ。すごいですよ。え、見てるんだ。見てます見てます。じゃあもう、じゃあそれでいいだったら、じゃあ僕実写版の進撃の巨人出しますけど、アタックオブタイタン。進撃の巨人、はい、これまた100ですよ。実写版まみれになっちゃうの。そうなんですよね。どうしてもやっぱちょっと下回ろうとすると、進撃の巨人アタックオブタイタンは、はい、2.5 です。おっしゃ、危ねえ。おいおい、キャシャーになった途端に置き始めてるけど。よし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 、稼ぎ始めたな。僕そんで邦画ばっかり見てるので、あんま洋画に明るくないんですよね。洋画の方に、洋画のクソ映画って知らないんだよな。まあ、やっぱ来ないんでしょう、日本まで。あー、わざわざこっちまで。うーん、買わないもん。なるほどなるほど。クソだクソだって言われてるやつを。まあそうですよね。上映したとで人が来ないわけですから。そう、うん、それ来ないか。わかりました。B級しか来ないんだな。はい。実写版の。これちょっと卑怯だな。実写版じゃないやつ探すか。ちょっと邦画のクソ映画で。まああると思いますけどね。僕一個あるんだよな。マジですか。こっち変えていいですか。はい。じゃあちょっと変えちゃう。はい。変えちゃうけどこれ大丈夫かな。プリンセス豊臣です。あー、プリンセス豊臣ね。プリンセス豊臣は、はいはいはい、映画 .com 2.5 です。いいですね。やっぱプリンセス豊臣やっぱりそれぐらいいくか。いや、ずっとつまんないんですよね。僕あの冒頭5分でやめちゃいましたけど。実写版のニセ恋ですよね。実写版ニセ恋すごいから、実写版のニセ恋は。これいくらいきます。100。自信がある。これプリンセスこれ言ってると思う。本当にレビューないんじゃない、もしかして。ニセ恋は 3.2 です。マジか。あ、本当。あれが誰が評価してるの。いや、これね、ジャニーズなんですよ主演が。あ、それだろうな、多分中島健人くんが見れて嬉しいみたいな、バカみたいなレビューなんだろうなってのが予想つくな。うわー、ジャニーズ、しまった、やってしまった、これはやってしまった。そうか、ジャニーズだもんな、最低限保証されてるか、ジャニーズということで。すごいな。いやね、あの作品の中で中島健人が上半身裸になるシーンがあって、うん、多分その部分がジャニーズファンにとってはたまらないはず。そこが急上昇、そこが急上昇ポイントだと思う。マジそこだけで、あの中島健人くんの裸が見れたから5点ですみたいなことつけててもおかしくない、マジで。あ、タイトルちょっと思い出せないけど、西田敏行主演の星守る人、あれも思んなかった。星守る犬みたいなやつもつまんなかったな。星守る犬。あ、ありました。それです。100。
僕があの無職の時に蔦屋に行って毎日 DVD5 本借りて毎日その日のうちに見るっていうローテーションを繰り返してた時があったんですけど、はい、その時見た中でもかなりの外れの方でしたね。へえ、西田敏行、西田敏行主演なんですけど、星守る犬は 3.2 です。おじ、意外と怖いな。あーで、はいはい、犬が可愛かったからってやつね。はい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 、分かった分かった、なるほどね、犬出てるからこの映画全部理由が必要なんだな。犬出てるからですね、これは完全に悲しい話なんですよ。結構なんか、あ、犬と一緒に旅に出て、うん、で犬と一緒に死んじゃうみたいな話なんです。それがだからでしょ、犬でしょ、犬が可愛かったでしょ。まあでも心に残る素晴らしい作品、星4。嘘つけ、悲しい映画だった星4。つまんないだろ、退屈だろ。好きな映画リストに入りました、星5。嘘つけ。業者ですよね。西田敏行側の。いや、つまんなかったけどな。未来の未来ですよね、だから。未来の、ちょ待って、未来の未来じゃないわ。未来の未来だって、あの監督が有名だから点数、小坂監督が点数ついてるの、これ。未来の未来。いや、未来の未来じゃない。じゃない。あ、ちなみにですけど、はい、未来の未来は、はい、2.4 です。しまった、いけてたのか。未来の未来低いね。プリンセス豊臣に勝ってるんですか。未来の未来低いですね。すごっ、これだって788件来てますよ。あー、もうじゃあよ、みんなが丁寧に調べた結果火星画だったってことだ。すごくないこれ。いや本当に火星画なんですよ。はい、わかりました、取っちゃいます。二の国、二の国ってあのアニメの二の国、これだって元ゲームの、うん、そう、え、ジブリじゃないんですか。ジブリっていうか、ジブリみたいな映画だけどジブリじゃないわけ。なるほど、これがね、致命的に面白くない映画なんです、これ。いっぱい面白くない映画知れるな。うん、これはね、もう200かけてもいい。200かけてもいい。うん、すごいつまんないアニメですから、これ世界一かもしれない、本当に。すごいな、はい、気になるな。二の国は2.3 です。おぶねえ。あぶねえ、すっごい低い。これね、アニメ映画史上一番つまんないまである。すごいな、すごいでしょ、アニメ映画史上一番つまんないまであるから、これ。あ、これ分かった、いや、うーん、でもどうだろう、プリンセスとヨトミカってことないのかな。トイストーリー4とか結構ひどかったんで、あー、いやー、でもなー、どうなんその辺は。最低限でも撮ってんのかな。トイストーリー4つまんなかったけどなー。シリーズもの、ちょっと人気シリーズものはちょっと怪しい気もしますけどね。怪しいっすかね。あ、ちょっとわかりました、じゃあちょっと待ってください。おお、ドラゴンクエストユアストーリーですね。なるほど、はい、これトリプリンセスとヨトミイカ言ってるでしょ、これ。まあこれもね、うん、近年でいうところクソ映画として割と挙げられる、ね、本当に。見ました皆さん。見てないよ。見てないの、なんで見てないの。なんで見てないの、サボりですよね。僕が、はい、そのこの映画を知った時にはすでにクソ映画としての確立してたから。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあ見に行くかとはなんないでしょ。僕は劇場であの公開初日に見まして、すげえ、すごいクソ映画でした。なんか途中まではね、いいとか聞きますけど、最後のうちがすごく良くないんで、まあそこまでの評価もしていいかもな。これが100。あ、100。ドラゴンクエストユアストーリーは2.1 です。よっしゃ。よっしゃ。1131件来てる。わ、すごい、めちゃくちゃレビューきてめちゃくちゃ低いっていう実績のある低さじゃないですか。相当低いぞこれ。めちゃくちゃ低いと思いますよ。これ別に続けてもいいんですけど、他の企画というか、はい、5つの映画が出てきますので点数を1位から5位までを当てていただく、5連単で当てていただく。3つ当てたら2倍とかかな、全部当てたら5倍みたいな。でかいですね。で、当てていただくのが、思い出ポロポロ、ハウルの動く城、ゲド戦記、崖の上のポニョ、君たちはどう生きるかって思ってます。難しいかもしれないですね。1位ってのが一番点数高いってことですよね。で、5位が一番点数低いってことですよね。はい、じゃあ200、これ聞けると思う。一番下がとにかくゲド戦記ってことは分かります。とにかく5位はゲド戦記。もう確定で、確定で完全にゲド戦記、絶対これは間違いない。ゲド戦記は間違いない。だから1個は絶対当たってるはず。多分だけど1位はポニョなんですよね。この2つはね、間違いないと思うんですよ。多分そのキャッチーさで結構映画と特務の人とかは決めてる気がするので、言っても大衆的な感じなので、うんうん、なんだけど君たちはどう生きるかってちょっと難しい作品だったので、これがね真ん中だと思うんですね。3で、その一個上にハウルの動く城があって、やっぱハウルの動く城っていうのはもう迷路快活分かりやすいストーリーなので、人気もあるしね、キャラクター、木村拓哉も出てるし。で、思い出ポロポロ僕好きなんですけど、子供向けじゃないんですよ。
ちょっとヒューマンドラマというか、だいぶ渋いですよね。そう、渋いんですよ。かなり渋いのでね、僕好きなんですけど、怪しいのはポニョとハウルが逆なのかなぐらいで、あとはね、うん、合ってると思うんですよ。なるほど。はい。じゃあ一番下から見ていこうかな。お願いします。まあ、ゲド戦記は間違いないだろう。第5位は、はい、ゲド戦記。まあ、だろうね。それはそう。2.5 です。ひどいですね。プリンセスとヨトミじゃねえか。ひどいですな。2.5、まあ、そんなに悪くないと思うけど、すごい低いな。じゃあ1位見ますか。はい。1位は、ハウルの極小です。しまったー。ここか、読み違えてるか。そうか、そうか。3.7 です。そう、低い。少林サッカーと同じですね。あれ、ということは2位ポニョを君たちどう生きるか思いでポロポロだと思うんですよね。じゃあポニョを見ますか。ポニョ、はい、ポニョは第4位。え？ 3.3 です。低っ。思いでポロポロ、はい、第2位。3.6 です。マジで言ってる。あれだ、映画ドットコムのやつら。やっぱ映画ドットコム、映画ドットコムなの。映画好きなやつらのこの点数つけ方ムカつくわ。で、君たちはどう生きるかは 3.5 なので、まあ3位ですね。ここそこだけ合ってるけど、2個しか合ってないじゃないですか。2個しか合ってねえから没収でーす。うわ、映画 .com のやつらの点数の付け方気持ち悪い。おまひげポロポロが 3.6 なわけないじゃん。いや、まあ、でも好きなんでしょ。しもやかさんも好きなんでしょ。自分映画分かってますアピールですよね。なんで同じなのに。志見てんだよ映画を。見てるよ。そら映画 .com にレビュー投稿するようなやつらなんだから。だからポニョとかを 3.3 とかになってるんですよね。子供は多分映画 .com に入れないしね。キャッチーならポニョやん。ハウルの動く城はまあキャッチーですけど、まあ一番上ですよ。まあそれでも 3.7 だけど、映画 .com のことが分かったので次だったらもっといけると思うんですよ。なるほど。だからあれでしょ、新海監督でいきましょう。新海監督でいってみます。今から作るか。ちょっとじゃあこの5つです。新海監督ね、有名になってるのは秒速5センチメートルからで、で星の声はその有名作、有名、まだ新海監督が出た駆け出しぐらいの頃なので、まあ荒はあるでしょう。ということは星の声が一番下ですよね。一番上がね、君の名はか雀の戸締まりのどっちかなんですよ。うん、まあ、語り口やだな。まあただやっぱここは、まあ、君の名はでしょうね。大出世作だし、まあまあ話的にも結構まとまってるのは君の名はなので、語り口やだな。そうなってきた時にって考えた時、これ意外や意外、実は2位は秒速5センチメートル。ほう。秒速5センチメートルは短編映画なんですが、非常に完成度が高く、うん、この作品から新海監督っていうのはちょっと名を上げているところがあって、うん、で君の名に繋がっているところがあるので。映画 .com のやつと一緒だろ。でこの2つなんですけど、実は天気の子ってあんま面白くなくて、はい、天気の子ってあんまそんないい話じゃないんですよ。結構破綻してるというか、展開が。つうか見てるんですね。もちろん僕は全部見てますよ。なので、天気の子が4番目。ほう。で3番目がスズメの戸締まりですね。スズメの戸締まりは最近ネットフリックスで公開されたので、それによってレビューが増えたんじゃないかなと思って、それでグッと平均が下がったはず。下がるんだ。下がったと思います。じゃあ星の声は最下位です。よし、 3.2。 まあそりゃそうでしょうね。君の名はが、第1位です。まあまあでしょうね。 3.9。 高いな。いいです。スズメの戸締まりにしますか。はい、これがどこら辺に入ってくるかですよね。スズメの戸締まりは、はい、第2位。うわー、そっか、 3.7。 そっか、上がったか。そうか、なるほどなるほど、はい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 、はい、で、はいはい、天気の子が、はい、第3位。え、秒速5センチメートル低いんだ。秒速5センチメートルは 3.5 です。うわー、なるほどなるほど。見てんのあんま見られてないんでしょうね。だからその秒速5センチメートルと星の声って、多分ね、君の名はからのやっぱり新海監督って。あ、でもそうだ、秒速5センチメートル214件、君の名はもう2151件。そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう。まあ、結局君の名はから新海監督が始まったわけなので、また2個、星の声と君の名はだけ。これ難しくない？これ難くない？意外、いや意外。もう一個あります、企画というか。お、やった。シリーズ合計したやつの、5連単。おお、なるほどなるほど。やっていこうと思います。最初のシリーズはこちら、エイリアンシリーズです。めちゃくちゃエイリアンあるな。こんだけあります、はい、8個ね、はい。続いてのシリーズは
ロッキーシリーズです。めっちゃあるロッキー、まあ、続編のクリードも含めてます、ね、ああなるほどなるほど。続いてのシリーズはスターウォーズシリーズです。わあ、スターウォーズ9、これも9作あります。で続きましてハリーポッターシリーズです。これ8作ですね。まあ、続編はちょっと含めてないんですけど。ああなるほどなるほど。そして最後のシリーズはソーです。ソーはあの9作あります。てかなんなら10作あるんですけど、ソー10はねまだなんかレビューついてなかったんで。なるほどなるほど。この5つのシリーズで5連単、なるほどなるほど、当てていただこうかなと思います。うわー難しいなー、まあ、全部を合計した数ですね。1位は多分ハリーポッターシリーズなんですよ。とかくそうって1しか面白くなくない。でも一応ねハリーポッターは8作だけど、はい、そうは9作あるんです。そうか、作品の数が単純にあれ か、うん、だからそうなってくると最下位は多分エイリアンですね、うん、これは単純にあの1個少ないから。まあエイリアンとかもどれぐらいの評価を得てるかよくわかんないですけどね。正直僕も3までしか見たことないので。うん、えてかエイリアンって3で終わったんじゃないんだね。4で何やるの。だって3で死んだじゃん主人公。あれロッキーは2でしょうね。クリードの評価が低いのは知ってますけど、ロッキーはずっと評判いいので、5までずっと評判いいのは知ってるので。いやーすごかったけどな4とか。僕3までしか見たことないんですけど。4すごいぜ。いい意味ですごいんですか。いやひどい。あー4ひどいんだ。とんでもなくひどい。でま次はスターウォーズでしょうね。スターウォーズシリーズ、まあスターウォーズもね後半になるとだいぶ評判が落ちてきますけど、落ちちゃうのでとなるとそうですけど、ここがそう読めないな。そうって、まあ、僕3まで見てるんですけど。見てるな。そうです。456って面白かったのかな。誰何も聞かないけど456。ソーザファイナル 3D もありますけどね。ジグソー、ソーレガシー、スパイラル、ソーオールリセット。そう、あのスパイラル、ソーオールリセットで全部一回なくなったってのは知ってるんですけど。なんでなくなったって。ちょっとスターウォーズのロッキー入れ替えてもらっていいですか。スターウォーズが上に行くと上に方に行く。いやスターウォーズ1位かなとか言いつつ、そう言いつつハリーポッター8作しかないからな。まあまあまあそれもあるんですよね。それ考えた方がいいかもしれないな。ちょっとスターウォーズとハリーポッターもちょっと入れ替えましょう。多分スターウォーズが一番ですね。エピソード6まではもうあの金字塔的作品なので SF のこれかな。これでいきますか。いきますか。はい、スターウォーズのはこんな感じになってます。33.2 ですね、合計すると高いですね。そうっすね、やっぱ4もあるし、ね、エピソード3が 4.2 で一番高いんだ。最後の時代低いっすね。いやエピソード3は非常にやっぱ面白い。 いや偉いな、そこまで面白いのも偉いよ。うん、ハリーポッターはこちら、はい、合計はね 28.7 です。あやっぱそうだ、まるまるやっぱ1個少ないっていうところが響いてるな。割と低くない。でも割と低いな。謎のプリンス 3.3 とか。結構後半が暗くなるのでハリーポッターって、あー炎のゴブレットから急激に嫌な話になるので。3位に選んでるのはロッキーシリーズ。ロッキーシリーズ今のところ当たってるのは1位に。ロッキーシリーズはこちらです。33。おスターウォーズの方が上です。うわー、しまっ、そしてハリーポッターを大幅に超えてる。2位がロッキーかよ。いやクリード面白いんですよ。やっぱクリード評判いいですもんね。最新作のクリード評判悪いですけど、すこぶる悪いけど見てください、ロッキー5。お、本当はひどい。3ですよ。4から急激にひどいですね。4の方がひどいと思うけどね、僕。ね、そうか。そう。そうシリーズはこちらです。28ですね、合計して。いいですね。ハリーポッターより下回っている。いいですね。まあ正直1がピークではあるので、やっぱ3からの2だっぱそうですね。3以降は本当見なくてもいい映画だから、この映画。456ほんと見なくてもいいから。でエイリアンシリーズはこちら、はい、25.6 です。おおひどいですね。ひっき最新作 2.1 なんだ。プレデターまで引っ張り出してめちゃくちゃひどいですね。見とかないといけないですね。これ見なきゃダメだな。ちょっとエイリアン4以降見なきゃな。というわけで1位はスターウォーズ、2位がロッキーですね。惜しかったな、ここ入れ替わってたらバッチリ正解だったですね。で3位がハリーポッター、はい、で次がソーで最下位がエイリアン。はい、めちゃくちゃ惜しかったな。そうっすね。何個当たってる。よし、あれこれいくらかけたっけ。僕かけました。かけてないかもしれない。やってしまったな。
楽しくなりすぎて、あのただただ予想してただけの人になっちゃったけど。じゃあ100ください。100にしときますか。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回。